2255って書いてどういうことやって左から3番目の方1、2、3下だ。どうなってんの今日はね、こっち側の目線でね、明らかに名札のさ、歴が少ないよ。15年普通15年ぐらいだったら後ろなんだけどね。ついに始まりました新企画踊るダンサー御殿。今宵日本が誇る大御所ダンサーから今をときめく若手ダンサーが大集結。知られざるダンス業界の裏側を大胆トークしちゃいます。気になる最初のテーマはこちら。あぜん、私が体験したびっくりなお仕事。おー、大御所と呼ばれるダンサーの皆さんもかつてはびっくりするようなお仕事をしていたんです。まずはこちら見てください。教師、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 すごい聞きたい。教師って知ってます？はい、その映画がね、20年近く前かな、はい、来た時にそれを歌ってた子がいたんですよ、はい、その子がまあ、デパートの屋上だとかそういうとこで、はい、ライブをやるみたいな、うんうん、でダンサーが欲しいと、ね、2人欲しいと。2人なんですけどね。そうですか。大御所ダンサーと2人で回りました。マジっすか。ちょっと名前は言えないですけど。あれ誰ですかね。某 Y っていうダンサーと一緒に。まさか隣に座ってますね。見てみたい。どんなダンサー。お願いします。あぜんな仕事ですね。ちょっとあぜんな仕事ですね。続いては意外と知られていないこちら。どうぞ。ダンスのお値段。おお、なるほど。これ気になりますね。これはね、ダンスが多くのメジャーシーンで扱われる現代、気になるダンサーとお金の関係とは。まずは模範解答、はい、見ましょう。こちらです。心に借りがある人はただでも踊る。おー、熱い。これはもうですね、もう100点満点ですもん。ありがとうございます。多分そう思ってるダンサー、僕らの年代の人は多いと思いますよ、ね、お金じゃなくって、なんかこう気持ちとかっていうのがすごい大事で、ね、たくさんお金くれてもなんかこうなんか気持ちの流行らない人のために頑張れるかってなかなか難しくて、ね、友達の結婚式もそうだし、ね、祝い事でいきなりって踊ってあげようかってサプライズもそうだし、プライスレスなわけですね、はい、ね、素晴らしい、素晴らしい、ね、じゃあ続いての回答はこちらです、はい、どうぞ。チェケン。これ英語だから、あー、チェケン。ちょっと自分で書いたの覚えておくよ。ロックダンスを作ったロッカーズのメンバーだったトニー・ゴーゴー、アメリカ時代にはあの有名番組にも出演していたんです。ソウルトレインって有名な、はいはいはい、ね、それの、まあ、出てた時に、はい、まだプロロッカーズになる前ですよ、うん、ギャラってどれぐらい良かったのって聞いたら、あー、マジ？そう、鶏肉ってことですか？そう、カンタッキーチキン。マジ？一個もらいましただけ。一食みたいな感じ。あとコーラ一本。あ、チキンとコーラ。マジっすか？あのソウルトレインが。そう、最初の頃。みんな、everybody。今はやっぱダンサーだけだとして儲かっていけるんですかね？ダンサーだけで？はい。ダンスの神様、坂見誠二が教えるダンサーとして稼ぐ方法とは？結局ダンスにまつわるビジネスがすごく流行ってきてて、はい、そのこうテレビ業界だけじゃなくって、うん、はい、それ僕らもそうですけど、演出やったり振り付けやったり舞台の、はい、その大きい舞台の演出やったりとかってする方がどうしても踊るよりは高いんですよ、ギャラが。自分の中で微妙で、ダンサーってやっぱ踊ってなんぼって思ってるんですよ。わかる。ではダンスで負けたくないんですけども、はい、実際お金が稼げるのはやっぱり頭脳の方が。そこに行くのに、だからそのダンスをいろいろ学んで経験してそこに行くとちゃんともっとお金ちゃんと稼げるよっていう。へー。続いてはダンサーなら誰でも持っている。どうぞ。そうです、私のダンス武勇伝。もう武勇伝来ましたね。これこの方々ですから。いや、あるでしょ、あるでしょ。こちらです。ビーバップクルーに乾杯。おお、これは僕ですね。おチェリーさん、はい、真面目な話なんですけども、はい、昔ってこう情報が全然なくって、はい、例えば九州にこんな人がいるでとかっていうのを例えば広島の人から聞くんですよ、僕ら、うんうん、会うことも全然ないし、うん、もちろんコミュニケーションも全然ないわけなんですけども、ある日
パッて来たんですね。もう誠治君もその時いたんですけどね。で静かなるバトルですね僕らの中で、はい、でもめちゃくちゃ本気なんですよビーバップクルーめちゃくちゃ本気できてで僕らも負けたくないじゃないですか。なんか行くだけ行っとこうでバーって言ってたら、でもやることがまずグループとしてのその持ってる能力っていうんですか、その当時はやっぱりビーバップクルーが一番もう輝いてて、うん、ウィンドミルって今、ね、当たり前だけど誰もやってなかったんですよ、うん、吉坊が初めてやったんですよ目の前で。おーたー負けちゃったみたいなすごい、あの時大阪乾杯ですね。はい、なるほど。こんな回答もございます、はい、どうぞ。チェリーさんに乾杯。おお逆が。そのチェリーさんに乾杯。これはどなたですか。はい、高さん。おお高さん。広島も結構そういうの先輩たちすごくて、はい、で先輩からあの、はい、ワイルドチェリーさんという方が来るんだって話を聞いて、これはちょっとかまさなきゃと。やってやろうぜ。で思いっきりこう僕らはありったけのこう在庫を抱えていくわけですよ。で行ってこう僕もヒップホップやったりハウスや、うん、その頃の覚えたてのハウスやったりとかですね、いろいろこうかましまくってたんですけど、はい、最後にチェリーさんに「君たちなかなか頑張ってるね」って言われてそれで「ありがとうございます」バトルにすらダメだった。しかもお疲れ様ですみたいな空気で喜んで帰りました。喜んでチェリーさん、ちなみに覚えてる？全然覚えてないですね。カリスマとのね、あの町明はね、あのペナルティーですよ、本当に。イエローカード出しますからね、これ以上喋らないと。これ入れないですって、これは。入れます。カリスマって呼んで呼ばれてっていうのは、大御所ダンサーの方たちは、なんか別にいいんじゃないですか。大丈夫よ。今の一瞬だけワイルドなチェリーさん。入れましたね。戻ります。ぶっちゃけトークどうぞ。ダンサーモテ伝説。おお来た。これは知りたいね。こちらです。ダンスで口説いたことがない。ほら真面目ですね。まあ真面目だけど字汚いですね。すげえ字だよね。これ誰でしょう。今二人手挙げたんですけど、思いっきり嘘ついてますね。いや僕ね、嘘やん。マジですか。絶対嘘やん。孤独っていう言葉自体が多分僕とかゆうくんの中には辞書がないと思うんですよ。どういうことなんですか。まあただ自然に踊ってると、まあそのうち集まってくるかなと。どうなんでしょうね。僕は30秒後彼のこと嫌いになりそうなんですよ。そういうね。テージさんは昔モテたんですか。え昔モテて。まあそこそこ、すっごいモテてたらしいですよ。いやマジで。生産から自分で声かけなくても、ええさらっとこう、そんなにぐるぐるやん。もうモテませんよ。今はそんなにですか。いつからだったかさっぱりわかんない。ダンサーに夢を与えるこちらのテーマ、私のダンス人生最大の大舞台。大舞台ですね。こちらです、どうぞ。ダパンプ100点。これはどなたですか。あ、高さん。高さん。ありがとうございます。ありがとうございます。大舞台。そうですね、それまでずっとアンダーグラウンドしかやってなかったんで。ね。いや、眩しかったですね。高さん、最高。こんな回答もあるらしい。見ましょう、ご覧ください、どうぞ。福岡ドームでマイケル・ジャクソンのバックで出演。すごいね。すごいな。これはダパンプとは全然違うよ。待って。誰ですかこれは。マジで、マジで。ゴーゴーブラザーズオリジネーター、トニーゴーゴー自身持つダンス界のサラブレッド。いくつの時。小学5年ぐらいで一緒に。すげえ。ダンスっていうよりはなんか一緒に盛り上げてみたいなステージ。ダンサーみたいな。それもトニーゴーゴーがブッキングしたの。はい、そうです。ギャラはトニーに全部ね。わお違う。お母さんトニーにも来なかったっていう。ちなみにね、トニーさんどんな小さい2人にレッスンをしてたんですか。そうお父さんの厳しいレッスンで歩くよりも先に踊り始めていたというゴーゴーブラザーズ。これもトニー家ですね。これ今トニー家です。はい。今でこんなことに。リズム感よくなるな。第1回踊るダンサー御殿、ダンサーの皆さんありがとうございました。